サンタトニノ・サンタントニノは、フランス、コルス地方公共団体、オートイコールコルス県のコミューン。フランスの最も美しい村に登録されている。サンタントニノは、バラーニュ地方の心臓部にある。リルルースとカルビニ、近く、海と山に挟まれ、海抜500メートルの河口岩の頂上に位置している。村は、アレニョの平野部を見下ろす一方、レジの川も見下ろしている。まさに、 高野巣村は、約75件の住宅が互いにくっついて連なり、花崗岩の路頭を包み込み、侵略によく耐えられるよう迷路の河河を形作っている。村は旧世紀に、ウゴコロンナによって作られた。丘の頂上に村を作ることで、ムーア人の侵略から避難でき、村を守ることができた。村の構造は時には静と比較されることがある一方、実際はむしろ、住宅が、 波状にだんだんと連なっているため、片つむりに似ている。村の教会は11世紀に建設されている。かつて住民たちは、ミサをあげるために、近くのカテリにある礼拝堂に降りて行っていた。この礼拝堂は長い間二つの村の間で、競合し合っていた。教会内にある四点の絵画はすべてコミューンが所有しており、1998年より、歴史文化財指定されている。 参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。